第37期鳳仙 A2 リーグ司会実況の小笠原奈緒です。解説は引き続き山田博之が務めます。山田プロ、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは対局へと参りましょう。鳳仙 A2 リーグ第1節3回戦東杯の開始です。立ち合いに広柴田の合図によって3回戦開始されました。ちいちゃから安村、なんちゃに前原、しゃーちゃに近藤、わお、ペーちゃにダンプの並びです。現在の抜け番は藤島となっております。一発裏なしのルールです。ドラがいそう。さあ2回戦見どころ満載でしたね、ヒロさん。いや、そうでした ねやっぱり面白かったですね。近藤久春ここにありみたいな、ね、ですね。もうやっぱ一人ね、沈みとかねくよくしちゃダメですね。そうだね、はい、まあまあいい勉強になるとね、自分とタイプが似てはいるもんね。まあ、近藤さんほどスペシャルできないにしても、まあまた役狙う派でね。安村にとってもいい経験だと思うんですよね。まあ、こういう人たちが連盟の上にいて、まあ、デジタル的な考えもあるにしても、なんでこういうふうになるんだろうとか、いろいろ考えることがね、自分の後々の強さにきっとつながるから、また終わった時には一皮二皮見ててね、多分ね、白は二枚切れ、虎がいそう、チュンが統一近藤、まあね、パーマンは三色の種ですね、はい、ダンプがいいでしょうか。もうすでにイーシャンテンがダンプ、ダンプは先ほど抜け番から帰ってきております。ほらシンプルに、安村は親番、虎が浮いていますが、ここはチピン。ダンプはトンのポンをしていくますかね。あ、これでチートイも見えてますけど。おお、見ないですね。ヤンソーはイーソー切りたくないからって。あ、虎持ってきた時のこれはシンプルにイーソーになりますかね。ウーピンから切る手もあります、まあ、はい、まっすぐでしたらドラです。ピンなりいいピンもありますかね。ローマンで手が合った時にタンヤオがつくんで、まあいい総切りでいいと思います、はい、難しくするとね、まあ、ハジャンが難しくなるんで、はい、泣いた。トンのポン入れていきました。ダンプ、あ、変わらずいいシャンテン、これもあるのかね。トンポンしてリャンソー切りたかったっていうのも、あ、ドラドラっぽいからですか。そうだね、まあ、ただこれでバレちゃうけど、あ、バレちゃった。早かった。そんなに多分これだとインソー来ても切るぐらいのね、はい、テンパイです。サブローピンダンプ、さあ安村がリャンピンを入れてのリャンウーワンでリーチ、高めがイペコ、うわ、あんこと、おお、当たり牌があんこに4枚使い、チュンはションパイ、パーピンからかな、はい、リャンウーワンは残り1枚ずつ。ダンプはどこまで行くんでしょう。リャンソーは現物、現状2人、さあ前原も来るか。イーシャンテン両面両面結構押しそうですかね。サブロッピンがよく見えるし、ああ、ダンプですね。うん、まあ、ただ、はい、このリーチ後にできた馬強なんでね、近藤さんが別に3ピアンコでもおかしくないんで、はい、何も分かんないですけど、なお重ねますが、つもぎり、もうリーチが入ってる状況です。これで間違いはローピンの方が若干ウーピンが4枚見えてるけど切りやすい、はい、あ、チーソー通してたのか。あ、ならばそれが大きいですね、うん、ギリギリ強く来ているダンプです。ん、来ましたよ。チュン切ってスッチマンはリーチ追っかけリーチです。眉間リーチに押しているダンプがいます。近藤挟まれるが、まあ、チュンは、ね、はい、安全牌、チーソーもですか、まあ、安全牌には困らない。眉間リーチになってダンプどうしますかね。話が変わってくるか。うわー、ウェイツーマン、前原鋭い上がり、リーチ1300です。いやー、安村ね、まあね、一時期だと A1 に行ってるような気分ですからね。うん、
メンバー的には本当そうですね。そうですね、うん、3、4年前までは、はい、何年前か分かりませんけど、うん、ダンプいつだろう。ダンプさんは30期まで A1 だったんですか。あ、じゃあ結構もう6年ぐらい経つのかね、うんうん、ドラは3層なかなかね、上がらせてもらえないんですよね、はい、リュウハがドイツダンプ、ジュンがドイツは安村です、うん、前原手がいいかいいですね、うん、さあ今度も一面通過完成。安村も本一にしたいですよね、はい、まあするでしょうけど、ピンズの本一、ヒロさんは左利きの、はい、麻雀だけ左じゃないですか。そうですね。近藤さんはどうなんですか。近藤さん麻雀左ですもんね。全部左なんですか。左だった気がしますね。字画の左だったような気がします。ちょっと自信ないですが、すいません変な質問。ちなみに私は全て左利きの麻雀が右利きです。そうですね、最初勉強会とかで左で打ってたもんね。左でやってました。まあね、はい、まあ、自分なぜか右では打てないというそれも面白いですよね。めっちゃ練習したんですけどね半年ぐらい右でやったんですけど、はい、全く下手でしたねもう左で打つことに慣れすぎてしまって、まあ、それもありますね、うん、もう始めた時から左だったんで、はい、でも麻雀って右用に作られているような気がしますけどね。そうですね、うん、けど初めてやった時多分右で試して左で試したら左の方がやりやすくて、それ以来ずっとですね、中学校ぐらいからもずっとずっと。そう、なんだこれは、ローマンチ感動マン泣いて感動マン泣き、はい、ピンズ切っていくんですよ。あ、まだ安村天敗っぽくはないんですかね。微妙なラインですね、うん、実際スーピの天敗が入っていますが、うん、結構早そうな本一に見えますかね、うん、どこでそういうのは見極めるんですか。遅いとドラが速くなるパターンで、はい、自敗、その後の自敗、はい、うん、ドラが後まで引っ張れるぐらいの形で、だから白を先に切っても本一の多発が足りてるってことだから、はい、結構速いことが多い、うん、遠い本一でバラバラだとね、はい、自敗がもっと余るし、はい、さあ前原も追いついています。観浪マン一数ピン対観浪マン、ダンプは流派のポンを入れております。全部切ってくそうね、はい、もう勝手に一数チーピンしか筋が残らなくなってしまうやめてほしい自敗は自敗もトンだけ出てないか。あ、普通のをすぐ決まってよなんでもう全部行くって決まってるんですよ、はい、もうノータイムですもんね、うん、いや、その代わりイースピンも切りますよ、はい、まあ、スーピンは分かん切んないですけど、イーピンは積もりました、はい、イーピン前原に負けじと安村積も上がりを決めました。役牌本一、これはテンパネせずですね。1000、2000、うん、すごい面白い。その3曲、近藤の野蛮です、ね、なかなかつかまないんですよね、はい、まあ、そういうことを経験則で感じてて、かつ方法論としてそれを選んでるっていう話なんでしょうけど、なんでってよく聞かれるけど、なんでかは分かりません、はい、前原さんの中で理とかはあるんですか。理はある人ですよ、研究もしてらっしゃいますし、はい、まあ、なんなら一番映像対局とかも見てるし、うんうん、自分の勝ちパターンみたいなもの、うん、を特に公式ルールが、まあ、それもここでもよく言いますけど、はい、素点が大事なゲームだから、大トップを取るためには何がいい、はい、だからこれを上がると次のチャンスが大きいから押してるっていう話、うん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 、だから一局単位でよく損得って若い子が言うけど、一局、はい、単位で言うと損なことを上の人はしてたりするけど、うん、長い目で見て例えばリーグ戦40何戦で勝つためにはこっちの方が得と思ってやってらっしゃることが多い気がします。
そう思っててもなかなかいけない局面多いですけどね。ありますね。今自分も言ってるだけで結構おりますからね。まあおります。おりないつもりだったんだけど、はい、この前めっちゃおりてましたね。ヒロさんはなんかすごくおりないイメージ、うん、なんか説明めっちゃおりましたね、はい、なんかまあまあやってて正直思いました。なんか、うん、これはつって具体的に言うとあれですけど、はい、まあ、バレてもいいんでなんか、はい、この枠つのリーチに押した方がいいんだよなと思いながら降りて上がり逃してとか、これ前原さんだったら全部行ってやるパターンかとか、はい、まあ、ちょっと真似したりもしてるんで、うん、思ってもなかなかねできないですなおちゃん一時期できてたけど、ね、それがブレやすい。わーお、テンパイ取ります。1通ドライチはこれ取るは取りますね、はい、リーチ打つかどうかですね。一通ドライチテンパイ取りました。リャンマンすぐ出ましたね、うん、リャンマンの出上がりとなりました。ピーフはつきません。一通ドライチ5200の出上がり、前原の宝珠となります。こういうところは安村もほとんどやめてんでしょうね、うん、5200からのリーチがとか、はい、テンパイ取らないこともないですね、はい、だからドラがなかったらリーチなんじゃないですか、うん、まあ、それは自分も一緒ですけどね。26だったらリーチ、うん、確かにそれは最初の頃に教わりました。 5-2 だと闇点が基本だよみたいなこと。まあそうですね、うん、5-2 から8000にするリーチですからね、はい、あんまり1000点出して2800点を取りに行くことと上がり率を下げること、うん、はい、積もったら100点しか変わらないですからね、はい、そう思うとそうですよね。つながりで、うん、けど前原とかはリーチもあるんですね。分かんないんですよ、はい、最初は何だろうと思ってます、うん。さあドラ EP に変わっています。4曲けど、ね、今はこうやって映像対局がね、はい、多いんで若手の皆さんとかファンの皆さんは見て嬉しいです。そう、うん、情報を得ることはできますよね、うん、でやっぱ解説の方がいろいろ言ってくださるんで、ここはこそあそうなんだっていうのがすぐ分かるじゃないですか、ね、そういうのがやっぱ嬉しいですね、うん、昔はなんかひたすらだ、例えば前原さんの後ろで見てて、はい、なんでかなとか、まあその頃はお話もできないんで、はい、なんだろう派手な派手ながいっぱい浮かんだままでも強いなとそう、まあ、配布はあったからね、うん、決勝の配布とかあったり。あ、そうですね、うん、昔はパイフはもう手でつけてたんですもんね。そうですね、うんうん、みんな一人ずつ記載する人がいて、お、前原いい、前原がヤンシャンテンでしょうか。ヤンシャンテンじゃないかな。ヤンシャンテンか、うん、ありがとうございます。あ、これでゴロチの形ができましたね。はい、イーシャンテンダンプ、先に吸うそう。ダブトン3色。これ3品残してるのはドラがくっついたりすればトントンとか。あ、2品ですね。そうだね、2面じゃないと、1品だと残さない気がしますけどね。あ、これでトントン。これはトントンじゃないですか。2度受けですけど。さすがにね、はい。ちょっと嫌な2度受けですね。はい、3色が崩れやすい2度受け。ウーピン引いてどうやと思ったらパーピンで上がったりする。あれってなるね。あ、来ちゃった。もうこれ嫌なのよね。やったー、はい、公式ルールのダブと3ピンから切っときゃよかったね、はい、指運みたいなもんに見えちゃうね。嫌だな。一応、あ、けど3色はほぼないんで、はい、ウーピン切りで良さそうですね。ドラが1ピンなんで、はい、切りたくないときに。まあけどあの手になったらねって言った瞬間にリアンピンが激薄になってきて、ね、もう嫌だね。嫌な展開。嫌だね。こういう時泣いちゃおうかなとか思うんですけど。まあありですね、うん、泣くのは。さあ6球層は闇手に構えました。前原、あ、ごめんなさい、リーチでした。大変失礼しました。6球層はリーチ、前原です。ローソー2枚、球層2枚か。うーん、ものすごい顔、これもよく見るな。この顔で面単品なんですかっていう顔ですよね。おかしいですね、全然面単品に見えない見えないよね。じゃあ1枚も切ってない、はい、あ、ええ、トンじゃないんだ。あ、トンがやっぱ変だからってことか。あ、もうよっぽどチートイツとか国士に見えちゃってる。あ、前原さん国士リーチも多いからね。トン狙われてると。でもまあ、チートイリーチは少なそうな気がしますね、トン短期では、はい、まあ、だけ何でもあるからね、はい、じゃあどうしていくんですか、ダンプさんはこれ。うーん、まあ、トン短期にするか4枚見えるまではトン期にないのか、どっちに見えてるのかがちょっとわからないので、
ちいとりとしてそんな止め、まあ、国士の方ですかね。ただ今印象見えて、印象3枚ですか。はい、そう、これローピンは現物、ジーマンも現物です。実際は6球層のリーチ、球層は山に2枚、ローソーも山に2枚となっております。ダンプが仕掛けを入れてトーン短期ですね。やはりもう本当に国士に見えてるんですかね、はい、まあドラも見えてないですからね。球層つも上がり、ちょっとヒヤッとしますね、はい、球層のつもは国士ではありませんでした。リーチピンフつも700-1300です、うん、この表情ちょっと捨て合いづらかったですね。うん、まあ、なんかあるんですかね、トーン失敗した後のリーチだったから、なんかすごい嫌なパターンとか、あ、うんうんうん、トーンあんこになっちゃって、佐々木さんが、まあ、トーンのパターンじゃなくてね、はい、佐々木さんがよくそういうのをおっしゃってたような、はい、デキメンツ一メンツ被るとその牌が結構やめたりするパターンが多いんで、それでもダンプさん動きは入れていくんですね。うん、そうですね、うん、その辺が面白かったですね、はい、難入しております。3回戦ドラスマン、うん、そうですね、いや切れないと思ったら降りるし、はい、チーしたらトン切りそうですね、はい、なんかその2択なのかなと思ってたら、うん、トンは温存でした。安村いい、前原時間はかかるがどうでしょう。まあ、あ、難入してんのか、ファンパイ一つか、はい、安村が早くもいいシャンテン、そうですね、はい、親だとリーノミのリーチは打つんですかね、はい、小型はリーノミのリーチを打たなかったですよね、はい、ほとんど闇点が多かったです、うん、これで面単品方向を狙いながら、シャッシャー払いもある、うん、うん、立て立てしてきました鎌田さん、ドイツ面白いですね、こういうの見てるの、はい、まあ、これでローピンですね、はい、自然にローピン切りとなります。いいシャンテンが広がります。サブローマンが激薄な気がしますけど、あ、本当です、ゼロまでない、ローマ、ローマゼロ、サブローマゼロこんなことあんの、じゃあドラがドラだもんね、はい、おー、そうなっちゃうね、あーダメじゃん、なんかね、どっかでね、はい、イースピンじゃなかったらどっかでシャーシャーって打ちたい手だけどね、はい、あー、一個端にかかっちゃいそうですもんね、うん、まあ、けどね、この辺が安村のいいところでもあり、はい、難しい、うん、シャーアンコになるパターンもあるしね、はい、うん、ジーソー切りのリーチです。スーピン引きでサブローマンは山には残っておりません。悲しいお知らせをしてしまいましたか、はい、先に悲しいけど出る可能性は出ないですね、出ないか、いやだって大体においてサブローマンが一番危ない、はいはい、ドラが数万の時点で出だしでウーマンが入っていると、うん、うん、あ、3万がないからここもきつい、はい、ちょっと前原さん来るんじゃないですかこれ、いやけど3万ないからね、あ、2万重なったりして変化すると上がれるけど、うん、うわー今度はどうでしょう、うん、ペイの統一に手をかけます。あれ、ダンプもイーシャンテン、2サッシュの3色、シャンテン、リャンシャンテンじゃない、リャンシャンテンだ、うん、ごめんなさい、リャンシャンテンでした、ダンプ、まあ、ただね、相手が、はい、うわ、入っちゃったイーシャンテンダンプです。ダンプが一番有利ってことか、うん、イスピン、ヤンウソからではないもんね、役はなくなりますが、ハクハト打っている、前原はマンズを染めて
うん、勝負かないんですよ、サブロワン。まず悲観トントン、トンは山に2枚あ、なるほど、トンポンして、はい、E マン切ったりできれば、はい、変化で上がりがあるかもしれないか、上がりまであるでしょうか。ピン3ピンを取ってますね、今度は受けている、うん、ああこれで、はい、時間がかかる、もう終盤、3ピン2ピンを払っていきます。タンプ次連想、近藤さんがおそらく打ちそうなんですが、そしたら地位、地位ありますね、はい、もう枚数ないですからね、うん、手からパーマンが切られました。前原今度はおーペイでした、一応手出しがあったとか、はい、びっくりしたトンポン、ポンして、山の方、サブロ9万、9万は、うん、いや、ないないか、すごいね、1個減ったけどないわこれで乱走になってもおかしくない、嘘しできる、どっちで追出するかですか。ウィーソーはどうなんですか、まあ、ウィーソーが通ってないのか、うーん、2チャンス、ただの無筋ですねサブローマンス、チーマン、イースソー、ここは時間使って泣かずの選択、イースソー3本目ぐらいの筋は切らないと、はい、あ、ポン、あ、ポンして3層切れる、せずしませんでしたね、まあ、ダンプもそんなに経典にこだわらないタイプですけどね、うん、私はしましたね、はい、ローソーポンはしたと、さあ安村前原の2人転敗で流局です。ローソーポンすると配点連想置いて上がれましたね、はい、あ、配点のみです、でも嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいやつ嘘チーはしないです、え、嘘チーもどうだろう、今のですか、はい、嘘チーしないかもな、じゃあ上がれてます、え、嘘チーでも、あ、上がれて、あ、そっか、アリアンスは結局嘘チーだとダンプ積もる、積もる、あ、積もるだ、どっちでも泣けば上がれそう、まあ、ただね、無筋が減っちゃってましたからね、うん、はい、1曲1本は強卓1本ドラローピン、ん、トンを重ねるナンバです、ちょっとぐちゃぐちゃ、急走から二面使わせは今度、うん、ドラも一枚、うーん、ダンプ全体的に厳しめですが、はい、まとまれば安村が一番ね、はい、単品みたいになりそうですけど、ペイを重ねるシャーチャです。お、ここはチュンで目いっぱい、現状安村の一人浮きになっております。お、シャーも重ねましたよ、シャーチャです、うん、泣いてポンテン取れますけども、どうするんですかね、うん、取る方が自然だとは思いますけど、うん、ドラフマのカンチーピンと、そんなにリーズもシャードライチを狙えるほど配置がね、はい、強くないというか、はい、泣かないで天敗までいけるかどうかが不安ですからね、チーピンチーからもありますか、チーピンチーは近藤さんはなんかしないイメージですね、うん、まあ、プロさんならばしないですね、うんうん、はあ、まあ、こういう可能性もありますからね、はい、これはポンでしょうねペーポンもあるのかな、2枚目はポンですか、2枚目はポンだね、はい、1枚目どうしよう、泣かない、泣かない、どうですか近藤さんは、はい、なんか、いや、泣いていいピン3ピンとか違うか、それはやらない気がしますなんかいいピンがションパイで統一がいいピンだとよりやりやすいですね、はい、私はこのメンツによるんで、それはシャア打ってくれる相手だったら絶対ポンしますけど、うん、
向こう堂さんのこのリーハイ的にどうでしょう。リャンピンが2個見えるね。リャンピンポンから行くかもしれないですね。そういうことですね、うん、どっちっていうと、うん、リャンピンはポンするんじゃないですか、はい、けどそうするとリャンピンポンしたら3ピン切るから並びは厳密に言うと違う方がいい気が。確かに1ピンが右にある、うん、1個右端に浮く気持ち悪い方です、うん、おかしいですよ、ね、俺もよくあるけどシャワー出る、シャワーポン出ました、ね、でリャンピンさすがにリャンピンですね、はい、5-2 テンパイですもんね、うんうん、リャンピンでした。ローピンとペイのシャンポン待ちにドラドラの手、ペイは2山、誰も止まんないでしょうね、はい、ドラもあるんですね。ローピンも1枚残ってますね。ドラはね、出ないでしょうけど、はい、積もれば OK。 ペイ積もると、うん、わー難しいやつ、なんと8-16-20テパネパネです。そうです、はい、16残に受けてますね。いなおも打たない構えと、前原も同様でしょうか。打った、うん、なお切っていく前原。みんなね、なお1枚ずつで困ってたのに、はい、道を開きましたね。ああ安村いいの帰ってきて心強い。これはリャンピンスーピン打ちたいけどな、先にですか。他が来ちゃってるから、はい、前原さんもいます。ウッパーマンはちょっと打ちづらいですか、マンズ。それでも行くのか。行く。行った。積もりました。あ、これはパネパネのやつです。薬杯ドラドラ、1600-3200の一本場、1700-3300強卓一本積も上がり。大きいね。はい。これは嬉しいね。嬉しいです。ドラを重ねてのね、シャーポンからの発信でした。まで、トップまで行った。お安村さんがまくられちゃったんですね。うん、そっか、親っかぶりに。ドラチーソー、何曲。前原の親番です。まあ、伸びれば、なんとかですか。はい、お良さそう。はい。まあ、思ったよりですかね。一メンツでした。ダンプドラ引きで、リャンメンターズは3組でしょうか。そんなにいい選手がいないので、前原チャンスか。カンパンマンです。あんま嬉しくないですね。単品方向に伸ばしてきたかったですもんね。ダンプが一番伸びそうな手ですけどね。うんうんうん、あれでは、いつ見えるって喜んじゃダメなんですね、これね。どれですか。あ、近藤の手です。まあ、明らかにだって、チーマンちゃんとで、はい、まあ、チーソー重なったらそれでいいんだけど、はい、うん、あのローソーとか引いて単品方向に伸びていくのが一番上がりやすくて高そう、はい、一つにするとドラが使い切れるか、ドラ重ならないと使えないとか、はい、大体出ていっちゃいそうです。うーん、おー、想像が伸びます。想像の一つになってきたよ。うん、いう感じじゃないですかね、はい、やっぱり何ルールやってても面単品みたいな手が来るのが、まあ、はい、加点したい時は一番上がりやすくて形も良くて受け入れが広い、うん、最終形も強いってなりやすいから、はい、一番いいですね、はい、2とかはやっぱ何かがないとできないですからね、うん、何かポンって言われたらもう終わっちゃう。あら終わっちゃった終了。いいシャンティになってる今度。ペイが重なりましたよ。ドラ切っちゃう。まだでしたね。トン引き、トン切り。3ピンワンコにしたのは親番前原。3万テンパイです。これはドラを切って。いやー、私は切りますけど、はい、あ、そうか。切らないですね。ね、すごい。まあ、サブロッソも大して良くなさそうっていうのも大きかったですか。三蔵が。まあ、三蔵 いそうですけどね。はい、まあ、ドラ重なったら嬉しいし、はい、まあ、1、2、4、5を引いたら、はい、あ、6球層の闇点が、はい、効きます。ドラ1で使い切れる形に。トン重ねた枠ですか。トン重ねた、いいマンじゃないですかね、うん、
ピンズはウーピンとか引くと広い形になるんで、今1入れです。そう、こういうところに前原さんは必ずリがあるから、うん、これはどうですか、リーチという選択肢はないのか。ないでしょうね、闇点だと思います。じゃあそう2枚切れ、うん、どっちを切って闇点にするか。はい、いい相撲握れでした。おおお、育ってきてます、イシャンテン。さあ前原が仕掛けを入れた、チードラオチーですね、トンの後付け。さあ安村がもうドラを切ってきましたよ。まあこれもさっきのパターンと一緒ですね、はい、ちょっと煮詰まってそう、うん、両方反敗、強くいくならウーピン切りづらいな、うん、6、8ってピンズ払われてますもんね、はい、ピンズ持ってるとしたら3、4、実際は3と4がいっぱいっていうパターン、はい、そうですね、安村リャムピンが切り切れないので現物のパーピンを、そうですね、ちょっと受けさせられたような形ですね、はい、お、リャン、あ、フリテンリャンウーマン、ただフリテンに受けます。これも前原のローマンの裏筋なんでちょっと危なく見えるということですね。切りづらさもあると、うん、どうせ役なしですからね。はい、出上がりはできない形。シャーは一枚入れな、かないって違ったわ、ダンプがトイツでした、ね、はい、南平トイツが安村です。ツモ折りました、フリテンツモ、リャンマンのツモ上がり、今度ビーフツモドライチです、700、1300、リーチに行かずからの、うん、受けも考慮して、チーソー切らずからのね、はい、すごい、全然違う展開になってくる。うん、まあ三尊も打たれてたんで、はい、上がりはあったかもしれないんですけどね、チーソー切って。さあ迎える上番、今度はな、3局、まあ自分がリードしてってドラポンとか入って受けさせられるとか、よっぽどじゃない限りは切らないという方針で打つんじゃってるんじゃないかなと思いますけど。じゃあ近藤さんはまあ上がりのがしとか、さっきヒロさんが言ったようなことは気にしないと。そうですね、そことはちょっと違う思考で打ってると思います。まあ手役、まあそれは分かってて、そっちが優位だと思ってやる、はい、うん、その分どうするとかは考えてらっしゃるのか、そこまではわからないですが、はい、どうしても手役狙うと上がり逃しが増えますからね、はい、なんか1杯か2杯、例えば3色を狙うために余分な牌を持たないといけないから、うん、より他の部分 をスリムにしてミスが出る配信になってしまう、はい、うん、ストレートにいけないですもんね、うん、ドラはトン、うん、まだね、この近藤さんにタイトルがないというのもね、不思議ですけどね。そうですね、しかも準決勝決勝には本当によく行ってますもんね、はい、追い決定戦にも残っております。獲得タイトルの欄に欲しいと一言記載されておりましたそうですね、予選とかかなり強いもんな、うん、もうほとんどベスト16とかには残ってるイメージですもんね、はい、昔、最近ね、ちょっとあれでしたけど、うんうん、中のポン、リハを残しての、この辺は独特ですね。トンが浮いてる安村、リハはここに統一です。なんかあるんでしょうね、まあ、このチュンポンで結構相手を縛られますねと思ってる人は、はい、ね、これでもまだ切らない、本一に行くわけでもなく、まあ、この辺は濁して青重なったらイーマンイーマンで三蔵の出上がり率上げて本一みたいなところもあるんでしょうね、まあ、もちろんちゃんと狙いではあって、はい、その何本かの伏線というか狙いが何個か常にある中で、はい、安村もいいシャンテン、ランメンシャンポン、安村シャワー梵天取れるか、はい、象徴です。ドラ打てば山に1枚、わドラドラ来たよ、お3色もあるよ、本当だ、差し子の3色、3と3、3と3引きたい、よ
や三品があと1枚か、うん、ただ悪くはない、みんな使わない、うん、あ安村を使える。さあ急走ポン天杯です。ペンサンソー中のポン、急走のポン入れています。流派のポンしか今日入れたのは前原イーシャンテン、ちゃんとがない形。さあダンプ勝負手、違う、その3じゃない。ああ安村、はい、ドン打て字、はい、天杯取れ字でした。まあ2人仕掛けられましたからね、ちょっときつかった、ちょっと厳しいですね、うん、今回。あシャンポン、さっき今通ったんですね、あれ通ってないか、うん、うん、まあこれも4切った後の1なんで相当気持ち悪いそうですね、はい、なんで連想統一は連想となんかのシャンポンが本線には見えますね、うんうん、ダンプあと一歩、あーシャーだった。天杯です。前原急走は打ちやすいですね、急走っていうのは管理屋総天杯、うん、落ちてますからね、はい、断層は近藤も上がり牌となります。ダンプはなんで引けないんだ。両面両面イーシャンテンが長引きます。断層は山に2枚、2枚2枚残ってます。どっちが引くか、はい、4メイク、あー掴んだ、いかないですね、はい、ん、うん、あやっときました、サブローピン、まあそうだね、はい、ピンフドラドラ高め3色、3級十分、ピンズ安い分、あでもここで積もるのが前原です。初300-500なんか積もるね、はい、悔しいな、うん、まあ、リーチしないでよかったから、リーゴ助かったんだ、はい、そうですね、ダンプその大人ですね、うん、リーチ打っちゃうもんな。それは何ですか、リーチを打つ理由としては折りとかもあるんですか、周りわかんないです、うん、あのピンフドラドラなんで、はい、折りはなしだし、はい、高め三色なんで、はい、ハレバンなんで男気があり、男気じゃない、上がりたい、 欲まみれです。よく言えば男気ですけど、欲まみれ、皆さんは男気です。ホーラス二人行きの状況、ドラウソなんか、だからさっきちょっと言いかけたんですけど、はい、相手の捨て牌見るときにさっきの4切った後の1とか、はい、なんか違和感を感じれるようになれば見るというか、はい、なんとなく見てて何だ変だなって、うんうん、感じることありますね、なんちゃんもあるでしょ、はい、そういうことがどういうパターンなのかっていうのをいろいろ自分の中で整理してできるようになるとある程度推測ができるようになる。やっぱなんか試合中感じてもそれを結果まで見ることができずに、うん、結局進行しちゃうことが私、まあ、自分の中で多い気がして、ね、まあそれはみんな多いと思うけど、うん、もう普段の麻雀から常にそうやって感じとくと、はい、すごいえってなれるから、うん、だから分かんないリーチなんて読みようがないからね、はい、リーチでヒントがなかったら、うん、そう、図が多め前原、ピンズが多いのは近藤です。うん、陳述に行きそうだね、はい、ダンプもいい、リャンシャンテン、やっぱりね、パターンで本当に誰かが寄るとみんな寄りやすいよね、はい、ここも本一、想像の本一行ってもおかしくない点だった、はい、それも面白い、上がりを優先しに行った、おラストなっている274持ち前原、なんわかんしていきました。迫力ありますね、はい、何の暗冠迷わずです。まあラス目の上なんでね、はい、攻めやすいですよね。23,500点、次統一が本戦か、ドラドラか、安村、安村は上がって終わりたい、うん、3-4浮いている状況、1戦目はマイナスでした。さあピンズに行ったのは今度です。いやいやだね、この2,3,7,8で5引くとか、嫌な感じ、嫌なんです、いや嫌いなんです、だいたいパターン的に SB69 ピンが悪いパターンが多いから、うん、はい、おー
え、だって5だけいらないんだよ、はい、2,3,7,8 を入れてやってもいいんだよ、はい、5だよ 5できてない9分の1だよ、はい、なんか悲しいじゃんおあいいね、ピンツ払えて、はい、マンズは安そうで良さそうか、いいシャンテンです、3万パーマンチュン、ハグもちもちの前腹、ここはカンチーピン、スチーピン、ロッキューピンみたいなイメージか、うん、近藤のホイチーズ、うん、前進するかピンズです、これはあんまり、中連はえあるね、まだある19あるある見たい中連見たいね、見たいけど選手はね、かわいそうですね、選手には申し訳ないけど、ね、見たいですうーん、どうしますか、まあ、チューンが打ち切れるかどうか、まあパス走もう本一には戻れないですね、はい、中連キューピンがあと1枚しかないから、ね、誰か泣きました、前原が泣きました、前原のポン、リュウハです、言いそうですか、先に言いそう、うん、ちょっと第三弦まであるのか、うん、こっちも100万ですか、ありますね、あるの、ある、あけど白がないからね、あそっか、もちもちでした、安村が白を切らない限り、やっとね、やっとちょっと落ち着くね、おお。さあ気に急走、まあ、ドラ重なった時に、うん、あ、天敗です、3万短期は闇天、ちゅん助かった、前原さん、 ありがとう、あ、まずのがいいですね、ただ3万よく見えるもんね、はい、修練やめちゃった、ごめんなさいもう間に合わない、ああ、もう持ちきれないと、はい、3万はいい街、ありますよ、みんな出ちゃう、絶品だね、わいい街、安村最後上がりを決めて、ここは6400です、ちっといトラドラトップに躍り出ましたね、はい、ということで3回戦が終了です、トップから安村、2着に近藤、3着に前原、4着にダンプの並びで終了です。続きましては4回戦をお届けいたします。